ッドハンターになったのはある程度以上の業績を出してるとなる権利を得られるわけです。中間管理職みたいなもんですから基本やりたがらない、手を挙げない。僕らの会社の花形はプレイヤーなんですよ。それをやりたくてみんな来るんですよ。前職を捨てて、華々しい経歴を捨てて。プレイヤーの時も個人事業でプロとしての誇りを持ってやってますけど、要は同じ立場だと、社長も自分の人生かけてやってるんで。でも彼らはメンバーを率いてやってるわけですよね。社長たちと同じ土俵で勝負したいなって思いがあったんで、僕は手を挙げました、自分で。うちの会社でトレーニングしてほしいと思ってますよ。そして人脈と能力をめちゃくちゃ高めることと自分の生き様とかっていうのを5年ぐらいでもう本当に明確にして、で独立していってほしいです。世界を変える人材を輩出したいんですよ、私のチームからは。てかそういうチームを作りたいですね。いるんですよ、僕の同期に素晴らしいやつが。まあ本当にプレイヤー時代もトップですね。ずっとこう人生勝ってきてるようなやつですけど、なんて言って辞めたかっていうと、ハリウッドスターになるって言って辞めていったんですよ。彼は表現力とオーラは誰にも負けないっていう風な実感を得たらしいんですよ、うちの仕事を通じて。チャレンジしていく人生こそが世界を変えるって。結果がどうであれチャレンジしてること自体が、その生き方自体が成功なんだって。全くもう同感で、そんなやつを出したいんですよね。仕事の本質は可能性を提供することです。イメージで言うと、金魚って水槽のサイズにしかならない、その大きさにって決まっちゃうっていうふうに言いますけど、例えばまあ今いる会社がその金魚鉢だとすると、もうその中では最大限に大きくなってる人が対象なわけです。その人にもっと大きなこうステージを提供する、金魚鉢からこう抜き取って浴槽にドボンと移し替えるような、金魚鉢の中だけにいる人生ってつまんないと思うんですよね。それはこうより大きなこう舞台に行って、より大きく自分が成長してさらにこう大きな舞台に行く、そんなイメージを持ってます。それを作り出すっていうことがヘッドハンターの本質であり、主力なのかなっていうふうに思ってます。